チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして、ブルーシップチャンネルのバサオでございます。この番組はですね、サッカーから少し遠ざかっていて今の代表選手あんま分かんないという方とですね、今の国内外のサッカーの情報を共有させていただき、今年の東京オリンピック日本サッカー男子経由することの2022年のカタールワールドカップをもっとみんなで楽しんでいこうという番組でございます。本日はですね、番外編として東京オリンピック本番の久保選手と堂安選手の起用方法についてお勉強していきたいと思います。まずはですね、今回の東京オリンピック、私が考える上で順当にいけば招集確実な選手が5名います。三好選手、冨安選手、板倉選手、堂安選手、久保選手。もちろん所属クラブにいて試合に絡んでいることが前提となります。その中で 3-4-2-1 を基本と考えた時に、本番冨安選手はおそらくセンターバック、板倉選手はボランチ、もしくは最終ラインの左フォーバックであればセンター、ここまでがディフェンスライン。それでは攻撃のお話をしていきましょう。テストマッチであるコロンビア戦、スターティングメンバーがこれです。前半は0対0なんとか乗り切れます。後半開始早々15分で2点取られます。すべてサイドを起点にしてやられてます。後半森保監督は 3-4-2-1 をやめて 4-2-3-1 にシフトチェンジします。2失点目のシーンを別のチャンネルで見ていただけると分かりやすいんですが、コロンビアの左ウィングの選手がハーフウェイラインからペナルティーエリアまで独走して切り込んで気を取られている間に、右サイドのウィングの選手が中に入り込んでやられてるんです。つまり完全に両サイドからやられてるんです。 3-2-4-1 または3-4-2-1はサイドでプレーできる選手が1枚なので、サイドの守備に関してはかなり薄い戦術です。そこを思いっきり突かれました。攻撃に関して言えば2シャドウのコンビネーションは決して悪くはなかった。ただ今まで築き上げてきたアンダー23との融合は見られなかった。つまりこの2人と他の9人が1つのチームに慣れていませんでした。そこで森保監督はアンダー23の真のゲームメーカーである三好選手を入れ、三好、堂安、久保という3枚を並べ 4-2-3-1 にして、前田大然選手とメッシの選手を入れて変形的な 4-4-2 も作り出したが、打開策としてはすでに時は遅かった。僕はこう見てます。この試合から久保建英選手と堂安選手の起用方法をお勉強していきましょう。まずマジョルカでの久保選手の起用のされ方、日本代表での久保選手、 FC 東京時代の久保選手、ちょっと変わって日本代表の堂安選手、資料はないんですが現在のアイントホーフェンでも同じ右ウィングです。2人の特徴はまず攻撃的なウィングまたはシャドウの位置もできる選手であること、あとはレフティーであること、右サイドでレフティー、つまり右サイドから中に切り込むことを仕事にしている選手たちです。ただ特徴は多少違います。久保選手の特徴は頭のいいドリブラータイプのテクニシャン、堂安選手の特徴はフィジカルとキックを武器にしたアタッカータイプ、そしてコロンビア戦、こちらシャドウとして使っているんです。ただしこの使い方はもったいないんです。デメリットが生まれます。 3-4-2-1 というこのフォーメーションであると U23 の主軸の三好選手が起用できないんです。なのでオプションとして 4-2-3-1 をあらかじめ用意していました。3バックであれば3選手を共存させることがかなり難しくなるんです。なので森保監督はフォーメーションも迷っています。もったいないお化けが出てしまうんで。そこを踏まえて僕の提案は、フォーメーションは 4-2-3-1、 A 代表と同じ、つまりコロンビア戦で行ったこれです。これが僕の予想になります。あなたはどう予想されますか？ぜひコメント欄に予想をみんなで書いていただけると、さらに AFC を楽しめるのかなと思います。
明日は AFC のセンターフォワードについてお勉強いたしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 MC はブルーシープチャンネルのバサオがお送りしました。それではごきげんよう。